こんばんは、ゆりチャンネルです。今日なんですけど、あのタイトルを見て少しびっくりされた方もいると思うんですけど、私の余命についてお話ししていきたいと思います。主に私がお話ししたいと思うんですけど、一人だとちょっと緊張してしまうというか心細かったので、一郎くんには今日は隣にいてもらいたいと思います。で、なんで今日こうやって余命についてお話しすることになったかというと、 YouTube を始めてから今まで何本か入院のご報告動画も含めて私の病気についてお話をしてきました。ありがたいことに毎回たくさんの方に見ていただいて、たくさんの温かいメッセージをいただいてきたんですけど、やはりそのメッセージの中でもシェーグレン症候群だったりとか SLE って言われている全身性エリテマトーデスとか、初めて聞く病名っていうこともあるし、やっぱり難病と聞くと、難病ってことは治らない病気ってことなんだよねっていうことは、いつかはその病気によって亡くなってしまうんですかとか、余命はあるんですかっていう質問を結構多くいただくんですね。で、数年前に一度私の余命だったりとか寿命についてお答えしたことはあったんですけど、その頃から2、3年経って私の病気も進行したりとか、以前よりも病気について私自身も勉強したり、同じ病気の方からお話をいただいたりする中で、私自身も寿命についていろいろ知らなかったことを知る機会もあったので、今日はきちんと皆さんのご質問にもお答えしたいなと思って動画を撮ることにしました。それで、あの私の余命なんですけど、今のところは私の担当の医師からは余命宣告などはされていません。だけど私の病気によって亡くなるリスクはあるということは言われています。主に気をつけてくださいって言われているのは3つある持病の中の SLE という病気です。 SLE という病気は日光過敏症だったりとか皮膚疾患だったりとか関節の痛み、こわばりなどいろいろな症状があって、その中でも特に気をつけなければいけないのがいくつかあって、まず一つ目が SLE による合併症です。合併症っていうのは私のこの病気が原因で他の病気になってしまうことなんですけど、心筋梗塞だったり脳梗塞だったり合併症が原因で亡くなるリスクがあります。それからこの病気は臓器障害と言われているものになりやすくて、私もループス腎炎というものに2回なって入院もしているんですけど、そのループス腎炎や腎不全など臓器障害によって亡くなるリスクがあります。あとは SLE 以外にもシェーグレン症候群とかリウマチとか、私の病気は全て自己免疫疾患と呼ばれているものなんですけど、自己免疫疾患ってどんなことって簡単に説明すると、あの本来免疫ってよく飲み物とか食べ物とかでも免疫力アップとか、免疫力をつけると病気になりにくいと言われている通り、免疫は感染症や細菌などから自分のことを守ってくれる働きがあるんですね。でも私は本来守ってくれるはずの免疫が何かしらの免疫異常によって正常な細胞だったりとか組織とかを間違って攻撃してしまう病気なんですね。なので私は免疫をお薬で抑えているんですけど、抑えることによって体の痛みだったりは取ることができるんですけど、やっぱり本来は守ってくれるはずの免疫なので、抑えてしまうことによってウイルスなどへの感染リスクは高まってしまうことになります。ってことは、お薬をね飲まなかったら免疫が自分を攻撃してしまうし、お薬をね飲んだら飲んだらで炎症は抑えられるけど感染症のリスクは高まってしまう。そうなんだよね。なので感染症によって亡くなるリスクも高いです。で、最後に治療法の一つであるステロイド治療という治療があるんですけど、その治療が長期化することによって亡くなるリスクもあります。でもステロイド治療ってね、いろいろ耳にするけどさ、それで亡くなるっていうのは知らなかった。
そうだよね、うん、正しく使用療法だったりとか使用期間を守れば、うん、とても治療にも効果的だし亡くなるリスクも高くないんですけど、ステロイド治療が長期化することによってステロイドの副作用や動脈硬化になって寿命を縮めてしまいます。具体的な数字だと、うん、25年前後だっけ。そう、うん、お薬もお薬で副作用があるって聞くと、うん、なんか飲むのどうなんだろうなっていうふうに思っちゃう、よね。確かに私もお薬を飲むことで抑えられる症状もあるけど、逆に副作用として出てしまう症状もあるので、プラマイゼロというかなんか同じなんじゃないかなって思ってた時期もありました。でもやっぱりお薬を飲むことによって、以前までは SLE の患者さんって5年以内に半数が亡くなってたんだよね。5年ってめっちゃ早いね、うん、私も SLE になってからもう5年は経つので、数十年前だったら私も本当2分の1の確率で亡くなっていた病気なんだよね。だけど今はステロイド治療とかが導入されることによって 90% 以上が5年以上生存できるようになりました。ってことは、うん、ステロイドを飲み続けたら25年、うん、前後って言われてるけど、けどそれがなかった時代っていうのは5年だったわけじゃん、うん、そう考えたらお薬ってすごいね、うんうん、そうなんだよね、うん、でもその5年生存率は確かに 50% から 90% まで上がったかもしれないけど、いろいろなお薬が出た今でも20年生存率っていう風になると、まだまだ 50% から70% と言われています。なので私で言うと今 SLE になって5年ぐらい経つので、あと15年、40歳まで生きられる可能性は今の医療だと 50% から 70% ぐらいです。本当にこれはリスクやデータを話しているだけで、もちろん個人差はあると思うし捉え方次第だったりもするんですけど、やっぱり亡くなってしまうリスクっていうのは常にはある状況です。やっぱり死んでしまうリスクがあるのはすごく怖いことだよね、うんうん、私ももともとはお医者さんから余命宣告をされていたわけでもないし、5年生存率が 90% に上がったっていうことだけを聞いていたので、あ、この病気によって亡くなることはないのかなってどこか思ってたところもあったし、自分がもしかしてこの病気で死ぬのかもしれないって考えるだけでもちょっと怖いので、それ以上調べることもなかったし考えないようにしてました。でもこうして病気のことを YouTube でお話しするようになって、医療従事者の方からいろいろなことを教えてもらったり、私のお母さんやお父さんや知人などが同じ病気で亡くなりましたっていう DM もたくさん届くようになって、亡くなる可能性もあるのかなってうすうすそこから思うようになりました。でも、ね、そういう可能性があるっていう風に言われたとしてもなかなか受け入れたくないし、まだまだ先のことだろう、おじいちゃんおばあちゃんになってからの話なんじゃないかっていう風に思っていたんですよ。でもある一件の DM が届いて、本当に長文で詳しくいろいろと病気について書いてくださったりとか、私へのメッセージを書いていただいて、その内容がひれなちゃんは今動画を見る限りだと寿命とか気にしてないように見えるけど、実際この病気は死亡リスクがたくさんあるし、ひれなちゃんの場合は学生の時からなっているから、他の方から聞く寿命よりももっと若く早く亡くなるリスクがあるっていうことをしっかりと自分で自覚した方がいいと思いますっていう、そういう内容の DM が届きまして、でその時にステロイド治療だったら寿命が25年前後って言われていることを聞いたり、20年生存率は 50% ぐらいっていうことも聞いて、私も今年で25年になるんですけど、この生まれてから25年ってすごく本当にあっという間だったので、これから20年25年ってすごくあっという間なんだろうなって、なんだろう、結構もう現実的にそこから考えるようになりました。でもいきなり向き合えたかというと、もうそうでもなくって、その時のさーっと血が引く感じは今でも覚えていて本当に怖かったです。でも怖いからといって死亡リスクを知らないままこれからの人生生活するよりも、きちんと知って向き合ってこれからの人生を生きたりとか、
亡くなるきっかけを少しでも減らせるように自分も意識して生活していかなければいけないんじゃないかなというふうに思って、そこで初めて自分でも自分の寿命についていろいろと調べてみることにしました。正直もう調べてる時も何回も何回もやめようかなって思ったし、本当に怖かったし、もちろん調べて死亡リスクがいろいろとね出てきた時はもっと怖かったし、やっぱりなかなかね受け止められなくって、何日も寝れない状況なども続いていました。なかなかすぐにじゃあ死亡リスクがあるんだったら前を向いて頑張ろうとは思うこともできなくって、どちらかというとネガティブな感情が多くて、今まで当たり前だと思ってたことがこの先は当たり前にできないんじゃないかとか、永遠ではないっていうことを知ったら YouTube やめた方がいいのかなとか、別れた方がいいのかなとか、本当に悩みは尽きませんでした。自分だけの問題ではなく、パートナーでもある一郎くんにも関わる問題でもあったので、しばらくは一郎にもこのこと言えなかったよね。うん、でもこうやっていろいろとあってとまとめるには、うん、とっても長い時間だったけど、いろいろと時間をかけて自分自身とも向き合って、一郎くんともたくさんの話し合いを重ねて、今ようやく少しずつ前向きに思えるようになってきたところです。で、このことに関しては視聴者さんに伝えるのかどうかっていうのはとても悩んで、言わない方がもしかしたらいいのかもしれないって思った時もあったんですけど、こうやって私が病気のことを発信して、それをたくさんの方が見てくださって応援してくださってる方がいる以上、このお話もしっかりしないといけないなと思って、少し前向きになれた今こうやって話すことにしました。まあ今もこうやって話してて冷や汗が止まらないというか、本当に撮影する前もちょっとねまだまだ震えていたりとかしたんですけど、まあ今日もこうやって隣にね一郎くんがいてくれたので最後まで話すことができました。頑張ったねゆうちゃんまあ少し今回は難しい話だったりとか少し重たいような話になってしまったんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。